写真拡大。阪神の新外国人選手のジェフリー・マルテ内野手27、前エンゼルスが29日、西宮市内の球団事務所で入団会見を行った。背番号31のユニフォーム姿も披露し、意気込みを語った。以下、一問一答。今の気持ちは？とても嬉しい気持ちでいっぱいで。このチームにいられることに感謝したいと思います。仲間にもファンにも受け入れられるような選手になりたいなと思っています。チームの印象は？100% の実力を発揮しているチームかと思うので。自分も負けないようなプレーをして返したいと思います。日本について3年前から家族と話していて、ぜひ日本に来れたら来たいなという思いがありましたけど、なかなかチャンスに恵まれない中、今年やっと日本に来れたので嬉しく思いますし、なんとか日本で活躍できるようにと思っています。大谷選手から日本の野球や阪神の話は？大谷選手からは組織がしっかりしている野球ということを伺っています。とてもリスペクトのある野球をすると伺っているので、早くその野球が知りたい。自身のセールスポイントは？まずはしっかりチームに貢献するのが一番だと思う。その中で、打席の中で自分のエリアを見つけて打てればと思います。守備については、初めは三塁手として育ってきて、その後にファーストとか少しレフトも経験したので、サードファーストになるかなと思いますけど、自分のやれるところでやれればすぐにキャンプが始まる。自分としては準備はできている。やらないといけないことをする準備をしているので、その日を待つだけ。日本で対戦したい知っている選手は？対戦したい選手は具体的にはいないですけど、オークランドにいた中島選手、巨人にはぜひ会いたいなと思います。マイナス31番という背番号については誇らしい気持ちでいっぱい。そのことは伺っていたので、番号にふさわしい選手になれるようにしたい。その番号でプレーして、マルテがつけていた番号をつけたいと思われるようにしたい。あだ名はある？または呼んでもらいたい名前は？まだニックネームはないので、ファンの人から何か考えてもらって、仲間から何か考えてもらえればと思います。日本の印象は？昨日ついたばかりで具体的に言えないけど、リスペクトのある人がたくさん。ありがとう。元気。こんにちは。食べてみたい日本食は何かある？チャーハンとお寿司が好きなので食べてみたい。行きたいところは？まだ2日しか経ってないのでわからないですが、いろいろ話は聞いているので、ぜひいろいろなところに行ってみたい。甲子園は見た？まだです。熱狂的なファンが多いチームだが、嬉しいです。ドミニカから来た全力でプレーするプレイヤーで、皆さんに自分の名前を覚えてもらいたいし、野球以外でもグラウンド外でもサポートしていただけるような選手になりたい。今期の目標は？1年間健康で過ごすことが一番で、あとはチャンピオンシップに行けるように、野球でも野球以外でもチームをサポートできる選手になりたいと思います。ファンにメッセージを。今まで通りチームを応援していただいて、今年は私にとってもチームにとっても素晴らしい1年になると思うので、みんなの助けを借りながら全力でプレーしたい。